青ナイル川流域の地図青ナイル川は、エチオピアのタナコに源に発する川で、白ナイル川と共にナイル川の支線を形成している。タナコに流入する支流はいくつかあるが、青ナイル川の水源は、アムハラ州の標高2744メートルに、ある、ギシュアバイの泉であると考えられている。ここから小アバイ川が北に流れタナコに注いでいる。青ナイルは、最終的には、 スーダンの首都ハルツームで白ナイル川と合流し、その後はナイル川としてエジプトを流れアレキサンドリアで地中海に注ぐ。名称は一年の大半において水が白ナイル川の水よりも透明に見えることに由来している。青ナイルが白ナイルと合流するまでの長さは 1460km や 1600km などと様々な報告例がある。 その不正確さは、青ナイル川がエチオピア高原をグランドキャニオンにも匹敵する1500メートルの深さに削り取り、その渓谷の谷底を流れていることなどが一因とされる。青ナイルの800キロメートルほどはエチオピア国内を流れる。青ナイル川は、田中からエチオピア国内を最初は南へ、次に西へと流れ、そして南スーダンへと北西に向きを変えていく。 タナコから 30km のところで、青ナイル川は、長さ 400km ほどの峡谷に入るが、この峡谷は、エチオピア国内の南北の交通や通信にとって、かなりの障害となっている。大エチオピア再生ダムが、スーダン国境近くに建設され、2017年完成予定が、遅れ2020年に完成した。タナコから流れ落ちる青ナイル川流量は6月から9月の、 雨季に最大量に達し、その時には合流後のナイル川の水の約3分の2を供給する。1970年にアスワンハイダムが建設されるまで、青ナイルは同じくエチオピア高原から流れ出し、後に合流する支流であるアトバラ川と共に、ナイル川の洪水を引き起こす原因であり、また、それが古代エジプトの繁栄の元となった。青ナイル川は、 エジプトの暮らしに不可欠である。長さこそ、白ナイル川より短いが、エジプトに流れ着く、水の56%は、青ナイル川に由来するもので、同じく、エチオピア高原に源を発するアトバラ川との合流時には、両者を合わせた水量の割合は90%にまで達する。また、流されてきた堆積物の割合は96%にも及ぶ。 スーダンにおいても青ナイル川は重要な資源であり、スーダン国内の電力の80%は EN ローゼアーズダムと EN セナーダムの2つのダムでまかなわれている。これによって、高品質な綿花の他小麦や飼料作物の産地であるゲジラ平原の灌漑などが行われている。ヨーロッパ人で初めて青ナイル川を田中からナイルデルタまで探検したのはスコットランド人の探検家。 ジェームズ・ブルースで1770年代のことである。その後2004年4月28日には地質学者パスクアーレス・スコトゥーロとそのパートナーでカヤック選手、ドキュメンタリー映画監督のゴードン・ブラウンもブルース以来初めて青、ナイルを棚子から川口まで旅行し、その工程を撮影している。ありがとうございます。